どうもテラリアンの皆さん、今回はとりあえず最初、ブラッドムーン来たから、海賊の地図、一応狙う。その車両メインで使うつもりだったけど、一応2個あった方がいいよね。ってことで釣り券、地図集めだな。浮き輪がもう1個欲しいってのもあるから海釣り。なぜか浮き輪で釣りパワーが上がる世界。それ言ったらトイレもだいぶ謎だけどな。まあその2つに助けられてるんだけどね。そして高度な戦闘テクニック釣れた。そんな恩恵をそこまで感じないでおなじみ。一応若干、NPC が強くなってるはずだけど。結局 NPC を強くしすぎたら、襲撃とかボス戦で活躍しちゃうからな。だからあんま強くできないんだろうね。NPC だけでボス倒すみたいなのやりたいね。さすがに面倒くさそうだからパスで。ブラッドムーン、釣りパワー上がるけど待ってそこで落とすのは卑怯。レミリア、塞いでおいて。ギリギリ外で地図落ちたな。まあ冷静に考えたら、別に下落ちても問題なかったとは思うよね。地底も足場で敷き詰めてあるしね。ってことで、パパッと海賊イベ。海賊イベは地図落ちるんだから海でやれよ。プロゲーマーさんお疲れ様です。テラリアにはプロゲーミングチームがあって、大会とかで儲かってるって聞いたんだけど。ノーコメントで。最近一番儲かる職業は、YouTube 動画評論家だろ。間違いない。じゃなきゃこんな大量にいないもん。今一番儲かるのは闇バイトでしょ。最近の流行りの仕事。捕まると思わなかった。違法だと知らなかった。絶対にそんなわけないよね。テラリア1ミリも関係ない話してたら、ゼット私がストップ拾ってる。そしてコインガンもゲット。使うかどうかは別として、実用性のない武器1位みたいな。強いは強い。だけど、コインの消費量的に現実的ではないよね。一応弾薬節約効果効くらしいぞ。消費しない率 100% にすればワンチャン。消費しない率、コインガンだと最大 60%。まあ一応遠距離装備のレミリアに渡しておくね。いや。渡されても困る。そしたら夜になったし、また一旦攻防戦。ホーミング系武器と翼狙い。まあ倒せれば、どのドロップ品も優秀。倒せれば、なんだが。現状全然勝ててないからね。一応パターンが、的なコメントもしてたな。パターンがあるのは知ってるというかね。それ知らずでミス世界で倒してたらヤバいでしょ。才能の塊みたいな感じ。全部に世界一するみたいな。パターン覚えれば的なのも、東方リスペクトなのかな。それで私がやられたんだけど。第二形態一直前で止めておくわ。レミリアが来たら第二形態にする予定だな。さすがに第一形態の方が楽だからね。ギリギリで抑えておくわ。光の攻防はストレス溜まるだろうな。オーケー、私復活。今から向かっ今からなんだって。全然関係ないとこでジャーニーズエンドを迎えた。もうちょっと第一形態で耐えるべきだった。それはそれで時間足りなくなりそう。ボスが全然関係ないとこで死んだから15秒でリスポーンできるんだけど。そもそもどのあたりで死んだんだ。あ、やばい、これ積んだわ。四方八方完全に塞がれた。まあ、たレースだー。またしてもジャーニーズエンドを迎えた。そんなにレースで死にまくることある。それでゴーレムの斧狙いで、パワーセル集め、なんとか調整しようと試行錯誤したんだが、そこまでうまくいかなかったのが現状だな。背景のレンガ壊して調整するつもりだったんだけど、あれ?というかアイテム化してないか?あ、そうね。壁壊したら手に入った。いや待ってこれ、壁あるなら、作業台使って、レンガ作れる。レンガがあれば、リザードを増やせるか?リザードレンガ、とりあえず20個、唐突な神展開来たかもしれない。これが成功すればワンチャン。ってことで左側に、新しく足場作成。これでちょっと様子を見てみたけど、ああもう間違いなく完璧だわこれ。リザードしか湧いてないな。しかもスカイブロックの利点、敵の脇が、こういう場所に集中する。若干霊夢が動いたら、他の敵はいたが、基本は寺院の敵しか湧かない。ってことで、いろいろとちょっと調整を重ねて、出来上がったものが、こちらになります。完全にリザードしか来ない状況だな。フライングスネークは、湧くは湧くんだけど、なんか全部どっか飛んでいくんだよね。皆さんあちらの方に向かわれますね。フライングスネーク参戦方式、エルデンリングのライブが終わった後、皆さんあちらのライブに向かわれますね。さすがにこれだけあればいけるというか、パワーセルはもういくらでも集まりそう。落ちるまで戦うが全然成立するな。ってことで、狂気の斧落ちるまでゴーレム戦。狂って文字、不謹慎ですよ。添削されちゃうかもしれない。言葉かれ、上げ足を取れ、獣が笑うこの街で。現代ネット版アーマーゾーンやめろ。上げ足取り職人の朝は早い。最悪なプロフェッショナルやめろ。楽な仕事じゃないですね。上げ足取り職人は、朝起きてまず YouTube を開く、動画を見る、誤字とか脱字とか、基本はその件ですよね。最低インタビューの様子。朝14時に起きて、夜4時まで YouTube。朝14時のパワーワードやめろ。やりがいはある
る仕事ですね。両親も最初は反対してたんですけど、今では好きにすればと認めてもらえたので、諦められてることに気づいてないんだ。所詮ゴーレムは楽々撃破、斧出るまで周回、間違っても崇拝者、間違ってもオリオン座しないようにしないと、わざわざ言い直した意味あるか？それで2戦目で、狂気の手をのきた、マジでホーミングなの知らなかった。今まで一切使ったことなかったな。基本渦潮の刃とかそっち使っちゃうからね。威力もレートも結構ある。強そう。射程が超長いわけではないから、そこだけ注意だな。レミリアが炎のガントレット持ってる。それと合わせればかなりダメージ出るかな。作業は済んだし、レミリアとの合流待ちだな。それで待ってる間暇だから、昼間の攻防と、ちょっと遊んでみる。一発でも当たったらアウトな攻防。前は聖なる防具と人数でゴリ押したが、今は聖なる防具の無敵効果、効かなくなってる。本当に正真正銘、一発で死ぬ。一切の特殊な回避ができなくなったからな。あとはスプガン、あるにはあるんだけど、ダメージ的に結局って感じが、レーザーマシンガン当て続けた方がいいな。あと本当に出してから言うべきじゃないけど、一旦夜で倒してからの方が楽だったかも。無限に飛べるアップであればやりやすいしな。あとは攻防の翼とかもね、あーもうこれは積んだやつだ。ちょうど減速した時に剣来ちゃったな。まあ攻防はまた今度リベンジする。具体的には次回、今度というか直後だな。それで私、ソロで作業しながら思ったんだけど、実はオリオン座の方が勝てる説。狂気の手斧、霊夢からもらったの私が使って。私は召喚装備、UFO ミニオンで戦う。下手に魔法装備ではスプガン使うより、ミニオン特化の方が火力出る説だな。ミニオン増やすアクセないのが難点。パンプキンムーンも呪術医もいない。4体でもそれなりには火力出そうだけどね。崇拝者さえ倒せば、ムンロは倒せずとも、断片系で強い装備を作成できる。若干順番は前後しちゃうけど、ピラー系武器やったら、夜攻防は勝てそう。それじゃあ雨雲タイマーセット、崇拝者戦、やっていこうか。ワンチャンムンロにも勝てたら超ラッキー。さすがにどう頑張っても現状じゃきつそう。ムンロ戦で大活躍の、アスファルトとロッドオブディスコード、両方とも現状じゃ入手不可能だからね。石がないのがこれまできついとはな。ミニオンに攻撃してもらいつつ、ワスプガンでちょっと削る。私はある程度近づいて、狂気の手斧。攻防に比べたら攻撃力は低いが、こっちの HP 的にビビたる差だよな。一発耐えれる量が増えるかな程度。やっぱ、分身殴っちゃったし、これドラゴン来るね。ドラゴンも、対象考えてる。チャージブラスターキャノン、当てれば一瞬。判定のデカさ的に、かなり刺さるな。ただこいつ、HP 判定のある攻撃出すから、そっちにたまにホーミング系がいっちゃうね。なんならミニオンすらそっちの方行ってるな。それはちょっと、というかだいぶ厄介、というか分身、毎回失敗してるせいで、分身の量がどんどん増えていってる。多分これ、逆にマルチなせいで、画面外のボスに攻撃当たっちゃうんだよね。霊夢とレミリアが離れてたらそうなるよな。でもボスの HP、結構残りわずか、全然先にこっちの方倒せそう。そしたらネギュラブレイズとか作れるからな。攻防戦とか、一気に楽になりそうだぜ。残り HP2000、分身気にせず殴ろう。いや待って、その位置はずるいわ。宇宙回避で下で戦ってたのがアダになった。まあでもこれで、ついに、パート19以来で、ボス戦に。やっと、勝つことができたね。これでピラーが現れて、ピラー戦になるわけだが。まあとりあえず、次回に回そうかな。今回やると尺的に、ちょっときつい。待ってザコの攻撃で140ダメ受けたんだけど、普通にザコにワンパンされない。まあまあ、ピラーの敵は強いとはいえ、結局はボスでもなんでもない。ああもうなんか嫌な予感がする。自分の防具と HP を見直した方がいいだろ。まあでも、ブラスターキャノン相性いいね。こんな具合で減らせば、ピラーは楽勝、ムンロはさすがに。ガチで次回が思いやられるんだが。ご視聴ありがとうございました。